はい、皆さんこんにちは、伊藤健人です。中島よしきです。伊藤健人と中島よしきが夢中になる DVD3、 金沢にやってまいりました。いや、来ましたね。あ、すごい。もう何も言いません。あ、なんて贅沢な朝ごはん食ってんだ。染み渡る。舐めちゃってるよ。あ、どうですか、お味は。おいしい。うん、抹茶ですよ。やっぱこう日本の歴史を感じますよね。抹茶は子どもの時苦手だったけど、大人になるにつれどんどん美味しく感じられるようになっている。続いての夢中になるスポットは石川県観光物産館さんでございます、はい、こちらでなんと和菓子作りに、イメージを大事にしながら作っていただければいいと思います、はい、ちょっと、ね、薄くしつけるような感じで構いません、うん、はい、はい、薄いですよ。でこう一周してもらうと少しね、こう、さあ続いての夢中になるスポットは兼六園です。もうご存知。はい、いや、あのちょっとね、水面にほら波紋が広がっていい景色ですよ、はい、典型的な金沢らしい景色が見えます。こうやって見てたんだな。殿になった気分ではどうですか。いや、やっぱ殿が一番いいですねというわけで晩御飯でございますけども ね、寿司割烹高崎屋さんにやってまいりました。全然決めらんない。いや、決めました。いや、どうしようかな。何と何で迷ってるんですか。今、白山に行くか。白山いいですね。白山に行くか、アルコールを飲まないかで悩んでます。バイ。あ、お疲れ様です。名産のどぐろに。のどぐろに行きます。行ったって行ったって。うわうわまたね。